も始まりましたプリマダンナのオンストプリマダンナの河野です。野村です。この放送はナンバーグランド花月1階イエスシアターサテライトスタジオから2時間の公開生放送でお送りします。俺吉本改めて怖いな思ってんけど、今日オールザッツの、オーディションがあってね、でも僕らコントしたんですよ、でそのコントで僕は、話し家さん落語家さんの着物を着てあるコントで、吉本もね、ビルがいっぱいあるんですよね。だから漫才劇場のビルがあると思ったら、裏手には NSC って養成所のビルもあるし、NGK の中にも実は会社のその本社としてる部分もあれば、その、向かい側のビルも一応、吉本持ち物 でちょっと外れたところも一個あってややこしいんですよ。で大体、オーディションとかってやるのが決まってて、僕らの中で本館っていうのがその NGK の駐車場の、向かい側にあるビルの、で行われることがすごい多くて、で今日もオーディションがあって、で僕もう見落としが多いからね、時間には余裕を持ってたんですけど、本館やと思ってたんですよ、実は NSC やったんですけど、だから、漫才劇場で落語家さんのその着物に着替えて、で移動して本館を持てるから、本館も警備員さんがいてはるんですけど、毎回めんどくさいのがもう、ええ加減やんたら顔覚えてくれよって警備のおっちゃんにいつも思うんだけど、名前書いてください、何階の何室使いますか、まあでも一応ないやもうこんなわっか毎日こんなとこ出入りしてないもうええやんと思うんですけど、でその一手間が邪悪さやからね、僕思っててんけど、今日その落語家さんの着物着て座ってきて、もうまたおるわ思って、そのおっちゃんに言うて開けてもらわなあかんから、おはようございます言うたら、あおはようございますって言ってパッて開けはって、えいやこいつ着物で開けよったで思ってめちゃくちゃ怖なって、大丈夫かこのセキュリティ、上の人やと思われたってことだ、でも落語家さんやと本当に多分なあかんやん、いや俺ほんまにこれちょっと怖いな思って、いやほんで上がって、でたまたま顔見知りのテレビ局のスタッフさんがいらっしゃって、あもう完全に今日はここやなって思いながらタバコ一服吸うえども、誰も来はれへんし、安友さんとか中川家さんとか上の全然関係ない人らばっか来はるから、あれちょっとちゃうんちゃうかなと思って、その社員さん喋りながらもう一回マネージャーからメール返したら、ちっちゃい字でなNG で書いてあった、メールの設定によるやろ、ちっちゃい字で文字の設定によるやん、 NG 公開やろ、こんなちっちゃいやまだやんかな思いながらちっちゃないよ、場所間違えてました、言うてで降りて、で NSC 言うたらね、漫才劇場の下のパチンコの楽園ってあるでしょ、楽園のまあ言うたらビルですか、で楽園側から入ってもいいんですけど、まあ、ちょっとねなんか見場も悪いやんか、そのあパチン行きよったらみたいな、でまして今日着物やしまあちょっとな気使ってぐるーっと回って、もう一個のね正面中があるんですよ、入り口、そっち目指そう思って本館出て、ぐるーっとあの品のそばとかある商店街の方入ってったら、ぐらいかな60、70いかんぐらいの3人組のお父さん、もう全員ロマンスグレーの、結構まあ年配の方やね、多分観光なんやろな、なんかこうちょっとこう地図片手にうろちょろしてはって、その横俺着物着て海座布団持って、もうコントのあれやろこうって言ったら、いや俺見て、やっぱすごいこの辺歩いてあるんですねみたいな、誰と間違ってるんですね、顔差してるやん誰かと、うわ思うて、で、あ、話し家さんやみたいになってるから、こっちもなんか無限にできへんやん、でそんなベラベラさ、いや違うんですって言うてやぼやし、あ大きに大きに言うて、もう話し家さんとして、ね、そうで誰かとは別に言ってないよね、でじゃないね、まあ、で僕も誰々さんやとはなってないです、まあ落語家さんが吉本とか劇場あるから、やっぱナンバーグランド花月の近くはこうやって話し家さんが歩いてんねんなってなってはるから、もうな壊したくないから、ああ大きな大きにありがとうございますって言ってて、どこの一門ですか言われて、もう0コンまで頭をぐっと回して、うちザコバですって言われて、ああお前ザコバさんのなんかもうなんか俺もザコバ師匠を背負いながら適当な嘘ついて一枚歩いてそういやその間違うわな、悪い気がせんかったよね、だから大阪場所でさ力士の方とか来てるけど誰か分からんけどお相撲さん来てるなみたいな感覚でしたから、多分向こうからしたらこの大阪にお笑い劇場近くて、もう巡業で来てはんねんなっていう、それやわ、なんかシーズンも感じる、
僕らねやっぱ難波が拠点やからやっぱ、うん、感じるしなんか夜のね飲み屋街で、うん、ちょっとすんのよねあのそう瓶の油の香りがファッとこう来てお相撲さんのねそうそうそうでも翔太が詳しくないから誰か分からんけど、うん、ああお相撲さんやっていうそれよで大体俺が飲み屋で会う人は細いけどなあまだ多分これからっていう人なんやろなあなんとなくそれこそお弟子さんぐらいのレベルの人やったと俺も多分覚えてるなっていうのがあってねちょっと吉本のセキュリティの怖さいやそれ怖いなと感じたんで逆に誰か分からんけど着物を着ていって入れる可能性あると思うフリーパスだよな着物が着物と俺がもう一個言ってたらもうちょっとすんなりやったと思うよ、うん、おはさんですみたいないやそうやんな感じやったらだからそうやなだからそれさ警備員の人もさその、まあ、俺らぐらいの人に名前聞くのは全然いいやそれ分からへんし、うん、けどそれは大師匠に聞くとこれも失礼に当たる可能性あるから、うん、そこは難しいところだね多分落語さんが特に着物着てて、まあ、着物着てたらいけるでとは言うものの、うん、着物着てまで入るものは何にもないですよね吉本という会社に何にもない確かに奪うものも確かになそれだな昨日僕、うん、ピンの、まあ、短い、うん、ほんまにね5分ぐらいの番組のロケさせてもらって、うん、まあ兄貴のカレー屋さんで、うん、まあその取材というかロケして、うんうん、まあ夜7時8時ぐらいにおったのかな、うんで、兄貴が飲み行くかってなってで、飲み行く前にそのうちのおばあちゃんが入ってる老人ホームが天王寺の方にあって、うん、で、こうやっぱ兄弟揃って行くとばあちゃんも喜ぶしまあそらねで兄弟がね、また兄貴もカレー屋さんやってて僕もこういう仕事やってて不規則やからお互い、うん、なかなかこう同じ時間に会うて老人ホーム行けることがなまないから今日くらい行っとくかって兄貴が行こうか、うん、兄貴車回してくれて兄貴のマンション前から私に乗り行って、うん、8時前ぐらいに結構だからほんま言うと老人ホームでもだいぶ遅い時間なんですけど、うん、まあせっかくですしご厚意で面会もう短い時間になりますけど、うん、どうぞって言ったら、うん、まあもうばあちゃんもね83、84、85ぐらいですよ、うん、もうあのねものすごい元気なばあちゃんで、うん、もうほんまにね昔の下町を舞台にしたドラマで絶対会にこういう人おるよなって出てくるようなほうほうあのねもうほんまに怒るときげんこつするわ耳引っ張るわのおばあちゃんで僕は小さい時からこの年になるまでほんまにこの人怒ってるとこ見たことないなっていう人を怒らす子供やったんで未だにそうですけどおばあちゃんなんかも、まあ、優しいし怒るときは怒るし厳しいねちゃんそのばあちゃんがもう俺の顔見てあーまんたあかんよみたいなうわーって怒られてそのばあちゃんが俺が中学ぐらいの時に脳のあれでもうバーンとなってもうて右側でも利き手側がもう丸動かんくなってでそこからじいちゃんがずっと介護しててんけど、うんまあ、じいちゃんももう年いってきてもう大変やんしいうので、うん、もうここ1年ちょっとか、うん老人ホーム入ってんだもうなすごいねそこも老人ホームうん、まあその老人ホームによるんでしょうけどまあなんちゅうのそのおじいちゃんおばあちゃんすぎるねだいぶ元気ない人が多いねばあちゃんが入ってるとこばあちゃん体は動かようになったりもう頭も回るし若いからあもううっさい嫌やね多分その年寄り扱いされるされへんじゃなくておうおうおうもう周りが年寄りすぎても会話合わへんねんあ周りがねこっちからと僕らと孫とかと喋ってる方が回る人やからおう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 でも老人ホーム入ってからの方が途端に元気なくなっててやっぱり環境変わるったらなそっちなんねんな昨日も行ったらまたボロボロ泣きながらもう私もうあらんねんもうあらもう死ぬねんみたいな、うん、もうそんな言わんといてでいやこれもな寝る前の薬ってここ書いてあるやろ夜8時飲まなあかんねんけどこれ1分1秒時間間違えただけで死ぬ薬あるてばあちゃんがそんな厳しいないやいやばあちゃんそんなわけあれんかな言いながら、うん、まあでもそういう毒気のあるシャレはまだ言える元気はあるな、うん、言うてまあ兄貴と安心しながら喋っとったまたずっと泣き出して、うんいや実はないじめられてんねん言って、でいやお前ジジババンどこでいじめもなんもないやろ、いやいやそんなことあれへん
あんなほんまにな、あんたが漫才やってるいうのをな、私はここ入った時みんなに自慢したんや、うちの孫はな、漫才やってんで、あれやで、漫才だけやなしに芝居の脚本もやったら、あの子はすごいねんで、ってアホかいな言うてんで、みんなでな、食堂でテレビごっつなるわ、それをみんなで見んねんけど、もう夕食時とかもう限られた時間しか見られへんと、たまたまそのやっとみんなで見れるっていうタイミングで、僕らが賞レースの決勝かなんか、まあ、ダメやったと、あ負けたとね、でもそういうのをばあちゃんが言って、まあ、ばあちゃんがショックやったらこれいいじゃないですか、うんうん、ほんならもう周りのおばあが うちのばあちゃんに、なえ偉そうに言うてるけど吉野さんとこの孫はんな、なえ脚本やな、偉そうに言うてたけど、うん、吉野さんとこのお孫さんのその脚本がおもんないからこれおったんねやんかみたいなことを言う、でそっからばあちゃんがもうバカにされたんが悔しくてなって、ばあちゃんその体ももうあれやが舌も回らんのを必死になってな言い返したらしいねんけど、何言うてんねん、現に負けてるやないか言われて、そんなあんねんな、そうでばあちゃんももうこんな悔しいことなくてな、しゃあからな、私のまだ目の黒うちはな、なん僕はあんた見届けたるからな、漫才でとは言わん、あんたはもうな、あの無双家やから自分のあれに見合ってないことやったんねんって短歌切る人やから、もう好きにしたらええから、でなんかで日本一になるまでもう私死なれへんがな、ほんま言うて、もう兄貴と俺と震えながら、そりゃなちょっと、いや頑張らなあかんな思ってたら、ばあちゃんがスーッとその間黙ってて、兄貴の顔じーっと見てんの、どうしたん、あんたメガネダサいな、なんでそんなこと言うの、もうなんで急にそんなこと言うの、考えて悪いやねんそれいやいやそれは感慨深いからな、感動というかな、なんかねほんまにドラマの一幕みたいな、空気流れてたんですよ、うん、すごいな、そのディライトが広がってたのに自分で振ってたんか、パーッとこう見て、ほんとメガネめちゃくちゃダサいな確かに兄ちゃんのメガネごついやつ、かっていやごつい、何ちゅうのおしゃれなあられちゃんメガネとかやなくて、ほんまなんかウルトラマンセブンみたいなメガネしてて、あで、まあ、それは言われるわ思ってて、冷静やん、でも兄貴も笑いながら、いやもう買いに行く時間ないね言うて、いやまあこれもこんなこと言えんねんって元気やわ言うて、といやじいちゃんばあちゃんはまだご存命、じいちゃんばあちゃん、うん、あのおとんの方ね、おとんの方のばあちゃんだけやな、あおてんの、うん、あでも年に1回ぐらいや会うの、うんで行って、だからさ、そう俺もまだ元気やねんけど、おいくついくつや、もうでも80ぐらいかな、で元気やけど2階建てに住んでて1人で、もうでももう2階には上がらへん、危ないから、だからもうずっと1階で住んでて、でもおとんとかおかんとかと3人で行った時とか、まあ嫁も挨拶行った時とかも、だから普通さ、今までやったらさ、みんなの前で小遣いとかくれてたやん、たまにな、行った時、でももうおとんとかには見せへんとこで、まあコソコソってくれるようになったな、もう黙っときみたいな、なんで、なんやろな、だからすごいな、まだもらえんねやお前の神経、いや、だから80過ぎのだからな、おばあちゃんからめちゃくちゃ心配してると思ってんだよ、そりゃそりゃ多分、だからそう、普通は渡せへんけど、親の前では、でもあんた大変やろいう感じで、そういう時ちょっとでも胸痛なるけどな、わし、だいぶ心配させてるわと、これおばあちゃんな、おもろかって、もうずっと昔から、もうほんまに、だって子供の時も男の子と平気で殴り合いの喧嘩してたばあちゃんやから、元気やな、ものすごい気強いな、ものすごい気強い、大阪の女の人やから、もうな、ばあちゃんの作る焼き飯がなんかうまかってん、家も近かってね、当時実家と、で、兄貴と行っては鍵っ子やったから、お母ちゃんの帰りが遅なる言うても、じいちゃんばあちゃんち行って、で、ばあちゃんがもう何もないで、で焼き飯こさえてあるわ言うて、でバッパッと作って、で、紅生姜瓶に何個って入ったやつもうビャッと乗せて食べとき言うて、で、それがまあうまいねん、でも忘れられへんくて、で、兄貴とよう家帰って、あ、今日はばあちゃんあれやしな、ちょっとお母さんに焼き飯作って、もうべっちゃべっちゃやねん、うちのお母ちゃんの全然ちゃうな、いや、他の料理はうまいねんけど、なんか焼き飯異様に下手やねん、焼き飯とおにぎり握るの、
ほんまに下手やな、そんなうちの母ちゃん。難しいことないけどな、なんでこんなんやんのっていうぐらいベチャーっとすんねん。でそれをまた兄貴と一緒に口揃えて、ばあちゃんと味違う、ばあちゃんと味違うって、ばあちゃんのほう行ったでみたいな、うん、お母ちゃんももうばあちゃんの血やから、母方のばあちゃんの、うん、さっき言ってたばあちゃんの、あのばあちゃんのほう行ったでみたいなの話をちょっと前に老人ホーム行った時になって、まあ手動かへんから無理なの分かってんねんけど、うん、兄貴とまたばあちゃんの焼き飯食いたいなって言ったら、そうってな、うん、やっぱ二人とも泣いてもうて、うん、そんなばあちゃんもブワッとまた泣き出して、うん、いやごめんなばあちゃん、そのわ悪気でやって言うたことやないねんけどな、うん、あれが好きやったからばあちゃんの焼き飯食いたいな、違う、うん、違うだね、あれが食べたいって言うな、もう食べたいな、食べたいって、ばあちゃんの作ったいや誰が作っても一緒や、じゃあばあちゃんの作ったあれがうまいね、あれ長谷園長谷園の20年以上やったよね、あのうまいうまい言ってくれてたの、長谷園の味やった、マジで知らんかったそういや作ってるとこ見てへんわ思って、じゃあばあちゃんの涙は何の涙やった、恥ずかしかったよな、言わなあかん日が来たということの、うん、涙だから、あんなうまいうまい言うて食うてくれてるけどね、わしの力やないと、ごめんな、ごめんなのほんの涙やったんや、兄貴と買って帰って、お母ちゃんこういうつけて、どうやった味は全然違うんよ違うやっぱり、やっぱな、なんかあんねん、あばあちゃん、じゃあばあちゃん力やったわけや、そこは、確かにそれはな、元気にねなっていただきたいですけど、今日の音声メッセージテーマね、事前に募集しております、もしも元気になってほしいってなんや、無責任に言うなよ、いやそれほんとやんかばあちゃん、いやいや違うわ、なんやお前、いや今さだから無責任に言うなよ、老人ホーム入って元気なくなってきたって言うたからやな、元気になってほしいですね、欲しいやん、無責任なこと言うなよ、じゃあ音声メッセージテーマ行くから何回最後に一言言うて行こうかな思ったぐらいやんか、ごめんごめん、事前に募集しておりますテーマは、もしも先月に戻れるならこれをしたい、もしも先月に戻れるならこれをしたいです、メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp まだまだ受け付けておりますのでぜひ送ってきてください、河野のおばあちゃんももうちょっとくれるようになるといいですね、えお金、いやもらわれへんってもらわれへんで、お前すごい切ない気持ちなんで、あげろよ、おとんおかんさっき出た後にさ、こそっと来たとき頑張りましょう、というわけでございまして、今週もなんで俺お前のおばあの分も頑張るの、もう締めようとしてるよ今週も2時間言うてるよ、もう今週も2時間お付き合いください、それでは今日の1曲目です、 TRF でクレイジーゴナクレイジー、
さあこの時間にはゲストの方が来てくれております。すごいな、何カラオケバージョンかな思うぐらいイントロ長かったさっきねクレイジーが長いね最初俺知らんかった。あれだからもうあっこからもう A メロ入っていいぐらいやねゲスト来てる。あごめんごめん、はいどうぞエンペラーの安井と西山です。お願いします。お願いします。来ましたエンペラー。はい来ました。ついにはいもうどっつきましょろも出てきた。何なんで何そのこいつ楽しい喋りましょうよ。いや始まったらクレイジーこのクレイジー流れてる時に、はい、なあ安井がずっと口ずさんでたら、はい、お前ふざけんなよって余裕はあんなやらないみたいな。何で怒ってるんですかそんな。何だボコボコしろかなって。何で怒ってるんすか。お前が俺が行くタイミングで毎回毎回小柄やおるからちゃうんか。出た出た出た。おったおったおった。お前が毎回毎回俺が。え、また？安上がりですませよ思て後輩連れて飲みに行く場所にお前が毎度酒おるからちゃうんかい。顔はこうして恥ずかしいことですけどね。狙ってるわけじゃないですから。毎回や、ね、毎回そうなの。漫才一番の時漫才一番終わりね。もう2回やったら毎回や。いや2回だけじゃない。もう1回やったってこと。この前のほんまにあの群像あああの時終わり。もう夜もっさ俺も全部が終わってもろもろ劇場出たんが夜11時や、うん、もうおらんやろ群像の子らとかぶんねやったらあれやわ。まあ何かしらないけどな。んだろもう単純にずら下げて一人ちゃん。あの同期と普通にやって隣人の子とな隣人の中村ってやつの同期と二人で。マヤモちゃんマヤモちゃんあれラニーラニーの山でおった前の時って。えラニーちゃんは誰かおったの前。僕大東。あじゃあ大東飲んでましたね。ミスターコント終わりや、うん、あミスターコント終わりミスターコント終わりに そこ行ったら大東とかとおったやん。めちゃくちゃ引いて、うん、俺はその一回ずつみんなでおった時にね、うん、まあ吉本システムですよ。ご飯屋さんでおったら先輩が払うと、うん、そうやな。その時も一番プリマ旦那やから、うん、安い店でもやっぱもう結構な人数連れて行ってるだけでもうわってほんまはうわわわってなってんのにたもうごちゃ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 くって飲んでしてで全然出ていかへんかってこないだわな。そうなんや。そう、その時はなんか気使ってスッと立って出ますすんませんしたみたいな、うん、いやもう置いてけ伝票みたいな、うん、いやいやいやみたいな、うん、もうこれもようあるけどもうもうってもうってしゃあないしゃあない置いてってすまねえよって出てってびっくりして唐揚げディスプレイ用ちゃうんよこれ綺麗に盛られたやつ。え食うてへんやん。えっ、何で食うてへん唐揚げの金払ってる。なんで食うてない。なんで食うてない。じゃあそれはほんまに気使って出なあかんって出なあかんってとりあえずでもうパニックなってとりあえず出たらあそれ唐揚げ食ってないなって来たままのとほぼ状態がもったいな。そうなんですよ。もったいない。それがだからたまたま2回続いて。でもちょっと分かってたんやろ。だあん時いや分かってないです分かってないです。大東はな漫才一番メンバーでこっちでおんねん。ダブル東のイリザーグのさやかプリマダムやってる、はいはいはい、その打ち上げもそこによう行くんよ毎月。だからでミスターコントもそこに行くねん、はいはいはい、ミスターコントもそこに行くことを大東は知ってんねん、はい、知ってますね。お前に言うてんな。この後多分ミスターコントメンバーこの店来ますよとだからやめましょうって最初言うてんな、はい、でもまあ絶対とは限らへんからまあ多分大丈夫やろ思ったら来たっていう。ほんでいや それだけじゃないやん。いやそれもあるし、はいはい、いや先入ってて食うてる分にはええでしょって言うたろそれもこっちの後から言ってあれやけどじゃあええねん絶対ええねんけどな、はいはい、じゃあ2回目ねこの前 の群像終わりの時 に至っては僕ら先また食べてて飲んでてじゃあ多分ね須崎が一回見に来たんですよ。多分野村さんがちょっとあの見てきて誰かなんかみたいな。須崎が一回パーって見てきて確実に僕らのことを見てパーって行って多分伝えてるんですよ。おったぞと、はい、それでも来はったんですよこのノリをしたくて多分優しがちょっと笑いもうパッと入った時においもうえってお前っていうもう顔を作ってあるしゃーないもんな。でもそれは優しさでもそうおったらだからおったらしゃあないね。今後こういうの続けていきたい。だから俺らの中でなんか出てるイベントの日は行くな。はい、だからちょっと金ないね結婚して子供ら毎日飲んでる金ないね行くなよ、あの近辺に近づくな。ここまで来たらどうでもシェリフやみんなの小柄やろ。黒門市場に入るなみんなの黒門やろ。あかあかあかなんでなんすか。もうそれだってお前おったら増えるねんもん。しんどいさ、いちいちそのプリマ旦那さんのスケジュールチェックして今日は大丈夫かなみたいな。スケジュール言えて言ってたから俺ら。それでめっちゃしんどいさそんな
自由に飲ませてください、まあ、何も悪いんだけどこれはな、ちょっと個人的にあったから、まあまあ、そうわざとちゃうかってノリやけど、いや、こんな話をしたかったじゃない、実は今日まだあんの、あのな、うん、これ去年の夏ぐらいねんけど、友達とドライブ行こう言うて、怖い話、そう、暗がりのトンネル で、 でそこを車で進んでいくと、怖い話、怖い話、怖いから、これ野村さんだけやねんって誰もやってこのノリをやめて、僕らのネタであるんですよ、あるネタでな、そういうネタがあったんですよ、怖い話したら嫌がるっていう、めっちゃ嫌がるっていうネタがあったんですよ、それをずっと野村さんだけいじってあるんですよ、半年に1回ペースで忘れた頃にやる、今だって忘れてましたもん、ね、完全に俺まあまあ聞いて大丈夫かな思ってこいつ忘れたろ、まあまあ聞いてました、コーナーが怖い話って言った時もう、うわいらんこと言おう、知らんもそんなノリあるなんて、いやその奥になんかあるかなと思ったけど、まあ、怖い話っていうのは別にええやん言うのは知らんもん、めっちゃ目で合図送りました僕、気づけドキドキしてギリ出た、この間怖すぎて気づけギリ出たわー、あぶーあびーあぶーってあびーどっちやん、お前一回あぶー言うて、なんやあびーでお願いします、なんやねん、ビルラビーまで言うてくれ、あびーでお願いします、あびーでお願いします、いやそれやと思う、安いです、西山の西山西山は酒飲む好きです、あ、そうなんや、はい、うんって言って、完全にうんって言っちゃうんですよね、うん好きって言ったら、なんでいいの、なぐって嫌だよ、いやいやすまそう、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 おさるさんやなめちゃくちゃ失礼、おさるさんのやつやぞ、お前すまそう、お前ずっと失礼、なんやね、飲みます、うわーと、あ、強い方なんや、いや、弱いですよ、うん、弱いですけど好きなんでガッて言っちゃいます、えっ、ー、だから34、はい、です、あ、カエル亭とか、あ、そうですそうです、私にだった、はい、はい、誰と行くん、西山は、僕は、和田ひらかの和田ちゃんと、和田ひらかの和田ちゃん、和田ひらか女コンビの、違う全然違うよ、全然違う、なんで日本の位置外すの、なんで日本の位置外すの、小田上田が出てたわ、ああ、小田上田システムですけど、和田ひらかの、はい、和田ちゃん、はい、まあ後輩もちょこちょこさせたりしますけど、そうなんや、そういうタイプなんや、先輩、そうですね、兄貴肌、どっちかというと、そうなん、なんか意外やな、ええことやな、ちゃんと可愛がってるというか、そうですね、はい、すごいな、それ軍手をめっちゃ伸ばしたの、違うで違うでここがほらもうちょいまちょいますこれ、色んなやつあるやん、ほんまあるある、一丁らすよこれ、あるやん、軍手の手入れ、軍手の手ないよ、あるやん、手入れないよ、確かにちょいますよ、一丁らめちゃめちゃいいやつ、僕ダサいんですよ、もう、あ、そうね、お前が言うな、僕ら、まあお前が言うな、僕もダサいんですけど、こいつらがまだマシなんですけど、そんなことないよ、この前、初めてそのダサいで仕事入りましたから、え、そんな仕事なんの、なんか、その古田さんにファッションチェックされて、ああ、緑の、結局なくなったんですけど、しい万博で、あ、なるほどな、この仕事入ってから、ファッションブースみたいなんで、で、事前になんか社員さんと打ち合わせしたときに、その、あ、なんで僕らなんですかって聞いたら、普通に、うん、あ、服がダサい、お二人ともダサいので選ばせてもらいましたってそんなことあると思って、ショックでストレートに、はい、で普通にダサないですけどね、スタイルええねんな、二人ともタッパーって、うん、あ、まあまあそうです、はい、確かに意外と身長あるな、二人とも、はい、そうですそんな大きく見えへんけど、はい、別に体型もそんな太ってもいい品種ぐらいの感じなのに、人気はどっちが、人気は僕ですかね、すか、完全に僕です、いや、どっちも言ってるけど、どっちも僕って言ってるけど、ここでお前これどっちも僕って言ってますけど、だいぶ低いところで言ってます、低い位置で言ってますから、ね、だいぶそうなんですよ、なんで今誰に喋りかけてんねん、お前、あのちゃんいつも見てくれるか、え、あのちゃんいつも見に来る、ここであ、そうだなそうなんや、ラブレンさんやったんですか、幅広いですね、ファンの幅広いですね、やっぱ幅の枠超えてるから、多分老若男女、趣味猛量、趣味猛量、趣味猛量の方に入ってるんすか、超えてるよ、そうか、うん、人気トントンぐらい、そうっすね、まあそうですね、ほんまにちょっとだけ僕の方が、ほんまにちょっとだけ僕の方がっていうぐらいですね、そういうのさ、どっちか言うたらな、どっちか言うたら、もうええで言うてるやん、はい、それどうなん、さっきからもうずっとです、さっき何回も決め打ちで撮ってるっていう
なんで言わへんの。でももうギャグみたいな。あ、そうですね、毎回言うとかじゃないんやもん。そう、もうええっちゅうねんってな。単独のタイトルもしてたの。そうやん。そうですね。なんで言わへんの。え、言うた方がいいですか。え、言うた方がいいですかじゃなくて、言えるタイミングあってんから言った方がいい。あ、え、そのフリやった。いや、そのフリとかどうかじゃなくて、言えてんから別に言ってよくない。いや、責められる。そうそうそう。責められるやん。できるやん。お前言えへんのかしら。やれやれやれ。出してる時に出したらええのに。言い過ぎ、もうええっちゅうねん。言い過ぎはいらんわ。だもうええっちゅうねんが聞きたいねんから、そのパッて言ったらええやんか。言い過ぎとかじゃなかったよ。そういうことね。反省してないやろ。なんやねんその感じ。わかりました。首ふらふらやん。首座ってんやん。わかり、わかりですもん。わかってないやん。わかりっす。トニオに似てるって言われへん。めっちゃ言われますなあ。めっちゃほんまに似てます。でもメガネ外したのかも。ほんまに似てるもん。ハットかぶとほんまにトニオですもん。ええやん。ちょっと、はい、言うてやろ。あれ。え、トニオやえ、これっしょ。そうでしょ。ですよね。そんな役で言ってくれると思わなかった。そうですね。満金も満金。本物以上やったよ。顔もバッチリ作ってる。トニオよりトニオよ、うまいやん。まあ、松坂みたいでせえよ。どういうこと。松坂ちゃうでしょ、また松坂。キノコヘアっていうかな。いや、じゃあ熱いお茶やん、じゃあ。熱いお茶いらんやろ、劇場に2組。熱いお茶2組いらんやろ、劇場に。いらんて、2組。左右とかね。左右何の左右。お左右さん。ちょっと弱い。熱いお茶、劣化版みたいな。それでな。それでやって。なんそれやないねん。やるわけないやろ。さあ、そんなエンペラーから告知があります。あ、告知。はい、ありがとうございます。はい、かけるグランプリが、みんなのやつ。はい、12月10日。お前ら主催ちゃうやろ。18時開演。かけるグランプリ？はい、18時開演の吉本漫才劇場で、前売りが1500円、当日1800円です。ぜひ、よろしくお願いします。なぜか僕らがね、告知してますけど。熱いお茶も出ますもんね、これ。熱いお茶も出ます。熱いお茶出んねよ。出るよ、それ。そんなんいかんとな。いや、熱いお茶ええやろ、今。今、わしらやねん。ゲストエンペラーに行ってね、ぜひ皆さん行ってください、はいはい、さあというわけでございまして、また、この時間遊びに来てください、はい、この時間のゲストはエンペラーのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。ブラディオでオーバーナイトスーパースター。Only one 僕らは今自由への way 回れ回れ皆同じ星の上 It's alright 心配ない一つになればいい Over night スーパースターチャイルケット Dream on, dream on いつからか根付いてしまった許容性で身動きが取れない Only one 僕らは今自由への way 回れ回れ皆同じ星の上 It's alright 心配ない一つになればいい Overnight Superstar知れないことならない Shake your body Only of the only do we Only of the only do we All of my own superstar Shake your body Shake your body 初めの一歩踏み出せたら一大の進歩能動的な行動が Shining Future またみたいな君がそんなこと言うもんだから僕はスーパースターになるよ Only one 僕らは今自由への way 回れ回れ皆同じ星の上 It's alright 心配ない一つになればいい Overnight Superstar Oh yeah, do we? Oh yeah, do we? 教えない
悪い虫がついちゃって吐き出せないんだ。迎えに行くから声を聞かせて。オンストメッセージ。さあ今日のテーマはもしも先月に戻れるならこれをしたいです。もしも先月に戻れるならこれをしたいです。では紹介していきましょう。兵庫県ラジオネームいのっちさんからいただきました。プリマダンナのお二人こんにちは。オンストメッセージ送ります。もしも先月に戻れるならもっと誕生日を楽しく過ごしたかったです。先月誕生日を迎えましたが仕事…え中国の方違う違うよ過ごし方々です。過ごしたかったです。先月誕生日を迎えましたが仕事だった上に地味に家族から祝いを受け取りました。もっとおめでとうと言われたかったです。私事ですが20代半ばに突入しました。叶うものなら年は取りたくないです。女性の方ですけどもね。ああそう、うん、20代半ば今からやろ。まあね20代半ばやろ、うん、かけるメンバーで言うたら力こぶぐらい今からやな。いや芸人で言うたらな。いやでも女の子はさやっぱ30までにとかいろいろ考えた先今度かな。あるな。20代半ば過ぎたらちょっと焦り出すみたいな周りも結婚しだしてとかな、うん、あるんちゃう。まあ別に焦らんでええのよな。まあな、もう何にも焦ってないもん年齢。でも次30、うん、だからさ周りが買ってほら今も俺も俺からしたら何を買ってんのと思う。あでも次30。あはい、ちょっとでもない29と30代かっていう。あそうなんかあったけどな。やっぱりお前はあれやろな、おっさんやなっていう。ちょっとなんか30ってって。別にでも20代にそのスノボー行ったりもなかったし、うん、20代のイメージスノボーな、うん、はっちゃけるってこととかな。別にないし。まあかといって何が変わるわけでもないねんけどな、うん、確かに。誕生日会されたいかやな。だからこの派手におめでとうと言われたいかっていうな。めんどくさいけどな誕生日会みたいなもん。まあな、わざわざ前とかあんの後輩がなんかとか。ないやろな。マジで一応聞いたけど今年はあの稲田さんと飲ましていただいてたけど。もうな、うん、まだ先輩と言ってるやんと思ってツイッターにて稲田さんに、まあ、祝っていただいて。普通なんかいつもありがとうございます後輩な。パーティーやそう大体。それさ、そう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 。だからそうやね俺はまあこの2日前なちょうど吉田たちの浩平さん、まあ、吉田たちさん2人ともお世話になってるから浩平さんのさ誕生日会を。なんでか誕生日はお二人とも一緒やしな双子やからね、うん、それは一緒決まってるやん。それは一緒やん。さあそのするんやけど、うん、まあ毎年ねやってて、うん、大体こう今回はせいやから言ってきたよ。言ってくれたよ、うん、今日ちょっと空いてますかみたいな。浩平さんのお祝いしたいんですっつって。ほんでああいいよやろうって言って、今井とかも来てんけど、うん、まあな、いやまあそ、うん、
言うてあれかもしれんけど、俺もさ、せいやとかさ、今井とか結構飯と行ってんのよ。わかるこれ、行ってんの。わかるけど、さっき言うとこはそれとは違うで。え、あの誕生日会を開いてもらえるところには基準みたいな。っていうこと、ほんで、その、せいやは、お前に言うのもわかるよ。浩平さんの誕生日会しましょうって言ってるけど、俺ん時は何もなかったのね。うあれ、そのどういう気持ちなんかな、こいつ今。だから、ちょっといや、あいつは悪気ない。ちょっと寂しい気持ち。あ、そうかと。その別に俺に会よってやったら、稲田さんと誘われてたから言ってたけども、その前に例えば今日このさん空いてますかとかなかった。でもさ、なんかこういうキャラクターの人ってその手のエピソードめっちゃあるやんか。その存在にされましたっていうの。されたやな。それどっちなの。されたいよ。やったらやらなあかんことやってへんねんから。どっちかよ。もっと行くってどういうこと。何を。いや、回数とか。だからそのさ、その人生その算数じゃないから。いや、もちろんそうだよね。そうだね。そう。じゃあ何が。いや、そう、ただもちろん頼む部分いっぱいあるよ。ほんまに俺嫌やわ。一生思ってもんだよな、そのメール来た時にな。そう、先月やもんね。先月が10月25や、2週間前や。わかるけど、そんな人の誕生日なんか覚えて、俺吉田大輔世話なってて、毎年ツイッター見て、あ、そうか、兄さんのもうこの時期か。そうやん、まあそれはな、覚えてないけどな。うん、で、ええー、し。そうやん、そうやん。で、まあ気向いたらというか、なんかタイミング合えば、なんか気の利いたもん渡すし、ない年も全然あったし。だって昔あげた時にめっちゃ絵のなんかくれはったよ、俺の誕生日に。でもお前はもう悪いわと思ってちょっとやめたりもしたし。で、なんかな、物をあげたり、なんか会開くだけが別にな、慕ってるともならんからっていうのはもう逆にないのが関係性としてはっていうとこもあるやんか。いや、お前のは違うで。してもらってる側やろ、野村は。後輩からまだな。まあだから言えんねん。去年はサンサン太郎。だから言えんねん。俺の気持ち分かってないやろ。モンスーンの小山。そう、小山がな。しょうもんない会社。それは小山の選んだ人生が悪かったって言うてたけどもや。俺が全部気使って回さなあかん。それはな、結果は大変やったかもしれんけど、来てるだけええやん、後輩からメール。そやろ。俺でも今年なかったんちゃうかな。俺今年？何してたっけ。ああ。何？思い出した。何？変な芝居の台本書き直すのに俺丸2日潰してんの。いや、それは仕事やろ。それは仕事ちゃうよ。俺がするはずなかった本を書き直す変なあれが増えてんやん。空き時間もなかったんだよ。飯行ったりとか。いい誕生日誰かと一切ない。仕事ずっとこもってた。ああ、そりゃつらいな。その間になんかあれは後輩から。いや、それ仕事で無理やったけど。それは来たよ。おめでとうございます。来てるやん。その後日、後日飲み行ったりはあったよ。行ってるやん。じゃあだからそれどっちなん。話にならんわ。じゃあそれどっちなん。何が。じゃあほんまにそうなんか。うん、ほんまや。じゃあやらなあかんやんか。何してるん、みんな。寝てるだけで吉本お金くれへんやん。いや、寝てるだけではないやろ。いや、今がそうとかじゃなくて、まあ、やってるがお給料もらえるね。当たり前のことで。後輩に対してね。そうそうそう。そりゃ飯食わしてもらうのは当たり前っていう、うん、代表筆頭株主の今井とせいやに、うん、昼飯おごってるだけでは。そういうことか。あいつらが感謝なんかするわけない。だいぶ悪いこと。ここで俺あんな顔ににじみ出てるやん。そうか、先輩に飯食わしてもうて当たり前顔になったやん。すっかり。そういうことか。ピチピチの時から知ってるけど。なるほど。あ、ええー、顔になったな。確かに。だから俺行かへんもん。別に嫌いとかじゃないですよ。まあ誰かが行くからね。そうそう、別に俺じゃなくて。そういうことか。そうっていう人に昼飯を。なんだお前は。ちょっと当たり屋臭いわ。ごめん、うん、今ので理解できたわ。そういうことね。まあまあ向こうにも過失というか、ないとは言えんよってだけだな。お前が悪いで。選ぶわ。そやな。そこも選んでいかないの。いや、だからそれこそめっちゃ下の後輩なんか今かける目も増えてんねんから。なるほど。河野さんが連れてってくれたでみたいなってなったら絶対おるで。次の誕生日の時は、うん、
俺にでもなんか5000円ぐらい渡せよ。その何よねお前。じゃあ河野さんに連れてってもうたは、うん、俺が作ったプリマ旦那をキャラクターにやから、いざ飲んでみたらバレることいっぱいあるやんか。なんでお前に金払わなあかんねん。なんで俺後輩と飯食いてお前に金払わなあかんねん。お笑いの質問したらなんやねん。ずっと悩んでるやん。全然正解ってくれへんやん。あ、寝た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 私起こした方がええんから。いや俺そんなすぐ寝へんわ。おかしいやろ。大丈夫、それはな、考えるわ、ちょっと。というわけでございまして、今日はですね、もしも先月に戻れるならこれをしてを募集しております。まだまだ送ってきてください。以上、オンストメッセージでした。力を合わせるプリマチャレンジ2017。そうやんって。さあ、うるさい、まだ言ってるのなんやねんだ。何もういい、行くよ。このコーナーは我々プリマ旦那が力を合わせていろいろなことに挑戦しようというコーナーです。3週連続で成功すれば賞金1万円。ほんまや、忘れてた。今は連勝がストップしてるので1からの挑戦です。今日のチャレンジは2017年流行語ノミネート当てましょうです。今年もユーキャンから新語流行語大賞のノミネートが発表されました。今からノミネートされた30の言葉のうち10の言葉を当てることに挑戦したいと思います。チャンスは15回です。知らねえ。そやねんな、今年もこの時期見てたらわかる。まあ見てたらわかりますし、はい、まあこの1年のことを振り返ればわかりますよ、まあね、でも今年な、1年がもう今年むずいねん。何やった去年多かって流行ったものがシン・ゴジラとか君の名はとか、うーん、星野源とかな、それ流行ったけど今年なちょっとなかなかないんよ。お前な、何年言わすの、なんで半分以上足出すの。ないやねこれがテーブルのええやろがい。今ちょっとポンって当たっただけやろ。ええやろがいって言えることお前は何してんの普段言うてええやん、ちょっと当たったでって今日も腹の立つネタまっすぐ正面向いてやってないってるネタをね横並びで、いやお前の方に体はす向けての見えへんよって。いやネタ的には正面向いとかんと気持ち悪いで言って、いや俺見えへんから、お前の喋り出しが分からへんから7年昔分かった言って、それでやってオーディション終わって、でそのオーディション見てくれてた作家さんが今ねブスな顔ってさっきもそれで、あれ野村さ、あれこうの正面向いてる方がええでって言わはったんですよ。ほんならこいつですよねって言いやがるんですよ。じゃあお前が向くよ。もうええねん、もうええっちゅうねん。一発目に言うてへんやん。なんか一発目に言うの悪いな思ってごめんごめん。行こう。俺分からんわこんなん。何やろ、チラッとしか見てないな。はい、2個ぐらいしか覚えてない。じゃあ俺から行かして、俺ほんまに自信ないわ、はい、じゃあ行きましょう、よいスタート。ブルゾンの35億。うん、さあ、どうでしょう。うん、入ってますね。忖度お願いします。入ってます、うん、あと何やったかな。倍返しだ。古っ。あ、ちゃう、半沢直樹。ちょ古いって入ってないって絶対に、振り返っていこう。シルクレイ。シルクレイ何それ。陸王。今のやつ、今やってるやつやん。新素材の。そんなすぐ入ってくる。そう、でもそれ流行ってんの、そんでそこまで。いや、役所さん、陸王はな銀行で、おうおう、シリじゃない、シルクレイだっつった。いや、倍返しみたいな言い方やけど。めっちゃ響いて。絶対言ってないやろ。いや、あと1個だけ俺知ってるの言っていい。じゃあ、さっき、うん、違うだろう。あー、トヨタ魔法。トヨタ銀ね、トヨタ魔法じゃない、トヨタ銀ね。違うだろうが、入ってみましょう、お願いします。こんだけしか知らんの。違うだろうみたいなやつ。そう、あ、わかった。見てるだけ。古いね。古いって CM やろ。なんか何の CM やったっけそれ。なあ、若い子も笑ってた。知ってます、雰囲気で、雰囲気で笑ってくれよ。違うだろうや。見てるだけみたいなのだろ。言い方はな、
このハゲじゃなかったですよね。そっちが入ってるっていうのは見てんけどな。あとちょっとだからもう振り返るしかないよな。何が流行ったか。今年何？ヒントください。早いな。今年何やったかな。覚えてんもん。あ、スマップ解散とか？去年やろ。完全に解散したのと今年ですよね。そうか、頭か。今年の頭か、完全に解散したのは。そうですね。ゲスト不倫とかは去年？うん。うん。今年は何がありましたか？スマップ解散。いいとか、お願いします。流行語かっていうところだけどな。かな。そもそも。何？何がありましたっけ今年。まあ安室ちゃん引退でも何がってことないよな。空前絶後のサンシャイン池崎さん。ああいいやん、お願いします。これ入ってる、うん、おほらすごい、素晴らしい。清宮、清宮、ちょっと二宮の感じで二宮やん。でもな、言葉って言われたら何やろな。何、政治的なやつも多いもんな、毎年いろいろ入ってるもんな。政治多いですね、今年。今年多いんですか、うん、いやもうじゃああかんわ、俺ちんぷんかんぷん、もう分からん、俺も分からん。何、総理、総理、総理。いつのやん、いつのやねそれ。いつの、辻元清美さん。めっちゃ古いんちゃうそれも。なんかさ、あったな。芸能界のやつもあるんですよね。芸能界のやつもありますが、でも、はい、という感じですかね。あのお笑いがもうなくなりました。あら、今年少ないね、そう考えたお笑いは。疑惑のデパートじゃなくてね、疑惑の総合奏者ですよ。古いね。ちょっと思い出してんねん。どっから思い出してんねん。何年前から遡ってんねんな。今年ドラマもゼロなんですよね。嘘、もう女は無理やわ。わー、スポーツ、エンタメから来てないんやった厳しいわ。スポーツはまあでも日常のそのね、携帯周りのこととかそういうのもありますよ。あー、わかった、インスタ映え。指さすな。インスタ映え、お願いします。インスタ映えなの今年の。うん、おし、あーそう、インスタ映えちゃう、そうやな。他なんや、他何、症状映え。症状映え、はい、いつのやつそれ。ハエや、ハエ、ハエや、うんうん、ハエ、ハエの種類や。あったん、なんか今年。ないよ。なんやねん、インスタ映え言うから。ハエ入ってんの。そっかね、ハエ。そっからの、なんかそうさ、なんかヒアリとかそんなあったから、なんかまたあったから思ったわ。ヒアリ入ってんの。ヒアリ入ってるかな、そういや。ヒアリお願いします。ヒアリ、じゃリスニング。いや、ヒアリングちゃうねん。なあ、ヒアリングの略でヒアリちゃうねん。おいやめろお前、そんなぐらいで怒んねやったら向いてへんわ。やめろお前、ちゃんとやれ真面目に。職業系ですかね、今年。職業、話題になった職業。 YouTuber。 あー、お願いします。よし、これでもあと4ついるからな。生主な、ニコ生主な、うん、生主って言い方すんの？する。そうなん、うん、ニコ生主入れへんやろ。やめろお前、失礼なっちゃうの。んあ、いいんですか。あ、なるほどね、リストカット。違うわ、違う違う、ハンドスピナーやろ。あー、手の動きが流行ってたまるかお前。リストカットねえ、ハンドスピナー。あれそうか、昔から流行ってんの。流行ってないねん、流行ってあかんねん。ハンドスピナーお願いします。よっしゃ、ありがとうございます、ありがとうございます。ゴーストスイーパー、めっちゃ教えてくれ、あかんですよ、お父さん。ゴーストスイーパー。ゴーストスイーパー、ハンドスイー、
ハンドスピナーや。何？ゴーストスイーパー三上玲子。何？一二三って何？言っていい？言っていいんか？どう？ひふみんか？ひふみんね。加藤ひふみさん。加藤ひふみさん。ひふみん。ひふみん。お願いします。よっしゃ、お父さんこれでストップで。これ以上あの言っちゃうと多分もう。答えちゃう、全部分かっちゃう。あーでも芸人おらんのか、キクリンさんは入ってんの。キクリンさん、なんだっけ、キクリンさんって入ってんのか。キクリンさんって言ってはったね。あと、あと2つです。2つ、もう自力で出しましょう。もうでも時間ないわ。お父さんに聞こうや。終了はい、もう終了です。無理よ。そこまででした。さあ、見ましょう答え。何があった？あー、アウフヘーベン、J アラート。うん、なるほどね。アウフヘーベンって何やねん。うんこ漢字ドリルあったね。プレミアムフライデー、これ出たかもしれんな。全然流行らんかったやん。何？あ、でも知らんね。知らん、結構ね。刀剣乱舞流行ってんねや。藤井くんのね、藤井フィーバ ー, ー, バーケモフレな。ケモフレって何？ケモノフレンズ。何ケモノフレンズって？ね、なんか動物擬人化したやつですよね。あ、だから多分これのペンギン擬人化した女の子のパネルを展示してた、うん、ペンギンが恋して、うん、そのパネルの前から離れんくなって、そのペンギンが今年亡くなっちゃってみたいな。知ってたんやじゃ一応。でもこんな流行語に入ってくるあれやと思わなかった。でそれで合ってんのかわからん。全然ちゃうかった。ほんまそう。さあ、というわけでございまして、また来週1から挑戦しましょう。この後5時からはさまざまな職場で活躍するプロの仕事人が本音を語るお仕事紹介番組、職業体感ライブをお送りします。そして今お聴きいただいている曲は ESFM11 月のリコメンナンバー、松室聖也で「毎秒君に恋してる」です。このコーナーはいろいろな物事に対するありすぎずなさすぎない A ラインのあるあるを我々2人が独断と偏見で決めていこうというコーナーです。さあ早速今回の議題聞きたいと思います。今日かわいらしい小学校か中学生ぐらいの女の子おるわ思って、いつも来てくれる子の妹さんかな思ってニコニコして笑顔振りまいてたら須崎の列やったわ。いいやん、それはええやん。それはまあ須崎 こっち来てくれんのかな思ったら、須崎の列やった。この後だからかけるライブか、かけるライブがねあるから、そのチケット売りをしてるんよ。それはもう皆さん、あれ皆さんが思ってる倍ほど彼は下半身の毛が濃いです。やめたげて、やめたげて、嫌 やんな。そんなちょうど倍ほど濃いです。嫌 やんな。わかるぞ気持ちが。一緒や、俺も濃いからな、わかるぞ。な、嫌やんな。濃い、濃いの嫌やな。お前が言うな。仲間や、仲間や。さあ、では、今回の議題こちら。自転車あるあるです。そろそろかなと思ってました。嘘つけ。そんな、想像できてた？自転車あるある、まずありすぎあるあるは、撤去されたとき、取りに行くところ遠い。うん、保管場所が遠いっていうね。逆になさすぎあるあるは、電柱に突っ込んで顔面に怪我をする。俺や。こらないわ。俺や。突っ込んで怪我をして1週間休む。わっとんねん。1週間ちゃうわ。
10日ぐらい休んでましたね。2年前ぐらいですかね。ぐらいかな。正月、ね、年明けぐらいね。年明けにね、墓参り断った日に事故ったなんかあるんかね、そういうのがね、うん、さあ、なのでこの間の自転車のあるあるの A ラインを出していきましょう。用意スタート、はい、自転車ね、もう毎日乗るもんな。あれどうな、雨の日のサドル拭く、拭かんと座る。あー俺拭かへんな、横から見るかみたいな花火みたいになったけどいや俺あの 手でわー、なんでもな、一番しょうもない、そのさするだけやな。そのタオルとかは出さへんで、手でこのちょっとの水分を取るっていう、その手をちょっとあのズボンで拭いたりするけど、拭く、座る、あもうそのままペン行く派。染みるやろ。でもやっぱりさ、染みるのも雨の日のあれやおつ、それもそれ、それで止めてやらんとジュワッて、あのえマジで全く触らんの。マジで触る。嘘やん、絶対手で払います。払う派の人どれぐらいですか。あ、払い少な、お姉さんお姉さん一人やって少な、元気なお姉さんがはーい言うたで。え、拭くんか。でも女性は拭く人多いんかな。ちっちゃいハンカチ、そう持ってるもんな、タオルとかな。カバーする人もね、言ってたりね、コンビニの袋かぶせるっていう人もね。そうかそうか、やっぱ濡れるの嫌やから、そのままあの何も拭かず手も払わずそのまま座りますよって方は。ほら、いやおらんやん仲間ゼロや、何がほらやねいや、そちょっとやっぱ行かへんで、そのままは。あ、そう、冷たいもん、これからの季節特に嫌よな。サドルな、サドルにあのほんま切ってるやつが腹立つよな。最近少なかったけど、サドルに切り刻むやつおらんかった。おったおった。もうそこに染み込むやん、雨ん時。自分のされたことないよ。うせやん、マジで、うん、地元とかやったらあったで、結構。堺やろ。え、堺はもうないんか。あるわ。あんのか。堺あるよ、めっちゃでかいし。堺切り込むと、あれはな、ほんま雨の日じゃなくても次の日とかでもまだ染み込んでるから、サドルクッションに。これ腹立つ、何の意味あんねんあれ。あのベル壊れたタイミングってほんま気づかんよな。壊れたタイミング、気づいたらならへんみたいな。ああ、ベルだけ。何きっかけって、蓋ないとか。ない。あんなもんどっかでパーンと落ちたらなりそうなもんやな。ああ、だいたい気づいたらもうあの時計の中開いたみたいな。うん、ゼンマイみたいな見えてる状態な。嫌、うん、よな、ベルないのも。危ないしな、ちゃんとつけとかないと。いやいや、あの弾くタイプも俺好きじゃないね。弾くタイプのやつはまあ上取れんね。あれせやね、やっぱこのなんていうひねるタイプの方がな、うん、ええのな。耳心地は俺弾くタイプ好きやけどな、あのアタック感とか。カーンカーンみたいなやつ、うん、チンチンってな、うん、ジャリンっていく方が良くない。でもジャリンの方が好きやわ。ジャリンの方が、うん、耳障りが悪い、ほんま、うん、帰りもあるやん、うん、ジャリンジャリンやんか。ああ、帰りがあるから、あれが結構鳴らす方やばいな。いや俺鳴らさん。ああ、あの回転させる音で気づかせる、これもあるあるやけど、うん、ベル鳴らすとちょっと嫌味かなと思うから、うん、ちょっと距離取ってペダルを止めて、うん、シャーンって音だけで後ろいますか、近くいますよ。そう、ブレーキの音とかな。ブレーキの音はもう、俺ブレーキの音めっちゃ使うわ。トシヤはキッキッって、おっさんおばはんやん、めっちゃ腹立つもん煽るな。だからそれで、おばちゃんのチャリンコのドライバーはすごいな、神経が。あ、絶対に 10-0 で向こうが悪いや悪走行を目の前で繰り広げて、あ、去り際に絶対なんか吐き捨てていくねんな、おばちゃんって。最後よ、危ないわこの子とか。あ、お前やんっていつも思うねんけど、おばはな。荷物とかも積んでるしな、お前危ないよな。あの横幅がでかいねん、そのままさ、しゃあない、子供乗せるやつとかもつけてるから通られへんな。あとなんか子供乗ってへんけど、うん、前かご後ろかごがついてるタイプの自転車乗ってる男の人見た時に哀愁すごない。あ、わかる、うん、頑張ってはるなっていうな、うん、お父さんってほんま何年か前とかやったらちょっとな、うん、気の利いた
こましな自転車も乗ってはってやろうけど、うんうんうん、もう今そんなんどうでもやな、うん、あなんかかっこいいなかっこいい2人以上子供がおるんやなって分かるしな前のやつと後ろにつけてたりとかしたらはいん何言うの入ってお前と同じようなこと言うてんねんで、はい、いやあれは確かに戦ってるなうんお父さん分かるあれはいいなつけ何つけてたかななんかあのか反射板とかもな流行ったけどなもうあんなしたことないわつけてる人おったで、ね、結構さいっぱいつけてるやつとかな反射板なんせキラキラしてるやつとかまず入学して、うん、高校ぐらいかうん一発目は自転車につける棒の名前を確認し合うあ地方に行ってちゃうからなお前のとこ何ステップうわダッサ全然出さない六角とか六角かステップあの後ろにねお前ダメですよあれねダメなんですけどもねダメじゃないあダメじゃないか、ね、乗るからダメあれは本当は保護するためのやつや後ろにつけるんですよそれを勝手に乗る人がやってたよステップか六角やなうちは言い方何やったステップ一緒やんけ何やダサって大きなってからあれをハブっていう人ってなあそうなハブもあるハブ地元によってね、呼び方は多分違うんすけどチャリななんかカゴが、うん、ハリーポッターの、うん、ほとんど首なしニックみたいになってるやつおらんかったほとんどなんてほとんど首なしニックみたいになってるやつほとんど首なしニックって何チャリンゴピーって止まると、うん、ビス固定してないからカゴが前にデロンってなってでも落ちひんねんこの辺り引っ掛けにヒュッて帰ってきてなんか元の位置戻るみたいなそれなんなん首なしニックってほとんど首なしニックやそれなんなんそれホグワーツの中飛んでる幽霊知らんねんそれを首こうやって取るそれ知らんかもしれん首の皮一枚だけ残ってあそんなんおんの、うん、首なしニックだって言ったほとんど首なしニックって呼んでもらいたいねっつってこうやってグニュってやつが取り掛かってるやつな、うん自転車はなすぐ結構なんかガタ行くもんなうち俺も外れてるわ今あのカゴカゴいや完全にカゴ外れてるんじゃなくてネジ1個だけ外れてるとか錆びてきよるから外ずっと止めてると錆びんのも早いよな早いすぐ錆びるとかええチャリ俺こうたことないんだ、うん、みんな乗ってるやん結構スタイリッシュな人があれはバカやなと思うな高いやろほんでなんぼやったかな誰かええチャリの清か清とかも十何万とか持ったでやつなあ2、30万余裕で金かけてるよ家の中に入れてんのだから、うん、俺なんかこの間チャリンコの鍵なくしたからまたトンカッチで叩き割ってああ何してんねやろなと思ってで自転車持ってってすんませんちょっと鍵のうなってあトンカッチで割ったんで新しいのつけてください、うん、言うたら、うんものすごい怪訝な顔して見はんねん、うん、盗難車ちゃうかっていうああそれはな思われるやろなでこっちからしてわがなやつやからって思うねんけどなんか強く言われたら言い返されへんのちゃうかい俺もうベコベコなってるから、うん、うこの間もなんとか変えてもらって、まあ、一応あれやろ登録してるやろ登録はしてるけどそれで分かれんな番号知られたら俺あれも分からんねんなあれな空気入れんとこの先っちょのゴムななくてもええってやつなあれ分からんそれ分からんあれ分からん確かに、うん、いや空気入れのことやけど、うん、空気入れのさ終わり分かるなんか早いね早いね終わり分からんのな水をわざわざつけな空気確認できへんかっていやパンクの時やろパンク修理の時やろそれ分かる確かに全部なチューブ出してここ、ね、ちょっと空気入れてなポコポコってなってるけどこれで大丈夫っていうようなシール貼ってな貼ってる行中検査みたいなやつなギャーってな、うん、吸ってな、うん、じゃあ、終わり終わり空気入れの終わりわからんくないわかるわどっちの共感できる方のわかるなんか空気入れの終わりがわかるの方なんかどっち空気入れの終わりがわかる嘘やんわかる空気入れの終わりすらいやどっちもや手動のやつもええしあの自動でねあの自転車自動なんかが一番わかりやすい分からんやんあれいつまで置いてたんやのあれ音変わるんだって音変わる、うん、スーッて入ってくれたで、
え、ずっとそう言うてるやん。だから音が変わる言うて一気にバーンって、どういうことピーンみたいに言うってこと。そう、 UI だけど音合ってる、ブシュッと押すやろ、うん、なっすいついついつい、うん、でいくやん、入ってるんすんで怖いやん、ね、まず満帆になりました、もうここで終わりですよって、そこは分からんのやろ、うん、すー言うやん、うん、やここですよ言ったら、うん、パー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 言わんやん、いやいや、どこのやつやで。じゃあ俺が言うねん。誰やねんお前、なんで自分で声出すねん、ここやばいやつやんけそれ、ここ、ね、チャリアの前で何してんねんお前、ここやな、ここやなじゃないやん、ちょ分からんやれ、むずない、分かる、おっと下がんもんだって、ほんまですか、いや結構怖いっすね、だからいつだあれだ、その友達一回爆発しとんねん、それでちょっともうごちゃごちゃしちゃう。いやそれ友達、友達が一回爆発してんねんは友達に空気入れを差し込んで、やるわけないやろ、なんで友達膨らますねん、友達一回爆発してんねん、違うわ、友達に空気入れさせないやろ、じゃ友達が空気入れで自転車タイヤ入れた時にそう終わりわからんからさ、ずっと言い続けてパーンなっとんねん、いやそらそうやろ、いやろ、それ聞いてからめっちゃ怖いねん、いつなんのじゃああれ、今でしょ違う、いやお前ノータイムでそれ出たな、なあ違う、そんな振りちゃうねん、ちょほ分かんないですよね、音下がる言うてんだから、下がる、勢いよそう言うてんのがそうって下がっていくか、そのタイミングやつ、そこで終わり、うん、でもちょっとさほんまってそのもうちょいパンパン入れたやん、触った分かるやんタイヤ、あれむずいって、なんで認めへんねん、なんで認めへん、もっと分かりやすくしてくれな、それは怖いわ、あれでも触った時の音も全然ちゃうで、触った時の音、いやそのだから空気抜けてんなってのベコってへこむ時は音せんで、パンパンに入れたらグッて押せん、ほんだら なんつったんやかな、あれもうほんま極端に言うと、うん、うわーっていう、何何の音やねんそれ、どっかなってんの、いや俺が言うてんねん、なんでや、おかしいやん、入ったな、お前何してんねんお前自転車の前で、うわーっ、何してんの普段、行くな自転車やお前、危ないからなあ、怖い、人に入れてもらえ空気、危ないどこ見てんねん、いや難しいな空気入れ、ありがたいけどな、あのおばちゃんが乗ってるタイプの後ろかご大きいさ三輪車、ああ三輪車のやつ、あれなんであんな色のバリエーション少ないかな、確かに薄水色か薄黄緑よな、うちの地元は薄黄緑が多かった、確かにその2色ぐらいしかないな、あれ便利よな、便利やろそら、物な結構入れれるし、うん、バランスあるしな三輪車やったら、うん、もっとカラーバリエーション出てもな、確かにあれの電動とかあってもええのにな、バイクみたいなのはあるか、なんかもうちょい三輪車の、電動自転車もないよ俺昔もうチャリンコよー取られて、うん、でいろいろ諸説あるんですよ、取られやすい自転車って、それこそええ自転車は取られるし、うん、かといって安いの安いので取ってもええやろってなると、うんうんうん、どれが取られにくいやっていろいろ調べたら、うん、もう極めつけにボロい自転車、あと、実際の名前を変えてしまうと用ないから、例えば、うん、大阪府警なんたらかんたら部署みたいな、実際にはないねんけど、そういうの書くと、うん、あ、これあかんな、手出した感じでしたな、ましてボロいなってなって、これ取られへんって聞いたから、もう南一帯探して、あの昔のあのほら米屋さんとか乗ってあるようなあのガッツやつ、ガシャコンって止める、あのスタンドがガッツやつ、真っ黒の、で今見たら逆にかっこいいけど、ブレーキもあの鉄むき出しのね、あれでライト1個みたいな、あれもう見っけてきて、でももう古いの好きやから、おこれ渋いな思って、これまさにそうやもん、でそこにちっちゃい白ペンで大阪府警なんたらかんたらって実際にない部署書いて、ほんまそのコーターその日に取られたなんでなん誰が取ったんそれ、
何のあれもなかった、ほんまに最短やった俺逆に。そうほんま日本橋で買うて丸井で取られたから。ほんまに何百メートルその日にやろうって、そう移動距離すごい。だからそれこそほんまにレアやったんかなそれが。いやあるで、探しは別に実は高額で売れるとかなんかな。いやそんなことないと思うけど、取ったやつ大阪府警って書いててわざわざ取る。うん、あれはびっくりしたな。か大阪府警かやな。あったあった、うん、あったあったか、あかんこんなん書いてる、あかん内部署。いやいやいや、そんなはずない。それが別に罪ではないか。うん、俺分からんように大阪の王を犬にしてたし。犬坂オッケー。うん。じゃあおもろい思われたんじゃん。ちょ見てくれや言うて友達に。犬坂。なんやこの自転車運送、大阪府警のやつはこれお前ってならへんやろ、なんせ犬坂やねんから。犬坂やけど取られる筋合い、おもろがって取られたんやって。わかんねえよマジで、何このチャリみたいな笑われてんじゃん。返してくれ、気に入っとったんや。もしね、確かに犬坂に心ね、ここがあったりある方はぜひ返してください。さあというわけで決めましょう、自転車あるあるの A ラインあるある。はいはい、行きましょう。では自転車の A ラインあるあるお願いします。お尻痛い。長時間乗ったりするとね疲れてくるからね。長時間蒸れへんサドルを作ってほしいですね。サドル選びもな、うん、結構ある。雨多い日でも安心な、うんうん、蒸れないサドルを作ってください。ややこしいな言い方が。いや雨の日のサドルびちゃびちゃなる言うてて、多い日とかあんま言うなって。その違うやん、お前がそう取ってるだけやん。さっき雨濡れてるサドルが気持ち悪い言うてたから、雨の日で、大雨の日で、雨が多い日でも安心な夜用の、夜なんかないのチャリに、ワイドギャザーな、もう言うてるやんけ完全に。サドルを、サドル関係ないね、夜用とかないのチャリは。作ってください。というわけでございまして、このコーナーはインターネットストリーミングでも聞くことができます。夜の11時に更新されますので、 ESFM のホームページからアクセスしてください。以上 A ラインあるある決議会でした。モンストメッセージ。さあ今日のテーマは、もしも先月に戻れるならこれをしたい、もしも先月に戻れるならこれをしたいです。いきましょう。森口市ラジオネームアビコさんからいただきました。野村さん、コンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。私が先月にやっておけばよかったことですが、インフルエンザの予防接種です。今ワクチン不足でなかなか予約が取れない病院が多いそうです。去年家族が順番にかかってしまい大変だったんです。時期が早いかと迷ってしまってたら、まさかのワクチン不足、十分に揃ったら接種しに行きます。お二人はインフルエンザの予防接種はされますか。したいな。でもないねんな、ほんまに。俺もこの間だから子供の予防接種行ったけど、なかったもん。そのインフルエンザはもうないですって書いてたもん。今、うん、予約だけですと。ないんそんなに。いつでも入ってくるんだろうな、新しいの。でもしとこ、もうやめてくれよ、お前。喋らねえよ、そんなやつと。喋ってやないか。喋っとるやないか、今。やめろ、今でしょ。なんで、なんやねん。実家の大福は似てるわ。もうもうね、嬉しないやん、そんなこと言われたら。そのトレー、服のことな、大福って書いて嬉しいと思うか。トレーナーやめろ、その嫌なこと言うの。その大福とよ似てるわ。なんやお前、嫌やろ。逆やったら、うちで使ってた雑巾にそっくりや、その服言われたら助かる。何がやねん。何が助かんねん。助かる。なんでそんな言われて助かることあんねん。インフルエンザですよ、気をつけなあかんわ、ほんまに。これからもっともっとね、入る可能性あるから、はい、で皆さんもね、もし行けるなら予防接種、行く方行ってください。では続いていきましょう。東京都ラジオネーム四つ葉のクローバー食べ放題さんからいただきました。野村さん、河野さん、こんにちは。こんにちは。私はもし先月に戻れるなら、メガネを買いたいです。ずっとメガネが欲しいと思って探していて、すごくデザインが好きなものを見つけたのですが、海外のもので少し高めだったので迷っていました。しばらくしてもう一度お店に行ったら、店頭に並んでいなくて、店員さんに聞いたら、
早くても4ヶ月くらい先の入荷になりますと言われて買えませんでした。優柔不断な性格があだになったなと思いました。お二人は即決で買い物できる方ですか？うん、迷うなあ。でも俺迷う方やな。結構迷って何軒かやっぱ見に行ってしまうな。すぐその場で決めることあんまないかな。一生にもう一生後悔するんだろうなと思って。そんなに大事にして弾けもせんねんけど、俺がもうギターでな、めっちゃ欲しかったやつがあって、それがフェンダーってブランドのな、ジャガーってギターで、で俺左利きやん、でまあそれだけでも置いてない。1965年製のフェンダーのジャガー。これ何かって言ったら、俺が大好きなミュージシャンが使ってたんと同じ時代の同じ左利きはやねん。まあないねん。多分一生でもほんまにこの一本出会えるかどうか。で普通相場で言うと 4,50 って札貼られててもおかしないねん。するね。まあ言うてもギター一本で 4,50。 もうそんなんやったらすごいギターやな、ええなーで済んでんけど、大阪の梅田の楽器屋で22、3万やって。微妙な額やな。そう、うわうわうわと思って、で引きに行って、あってん、めっちゃかっこよとすんねん。 うわー思って、これ何日か取り置きさせてもらえないですか、そういうシステムあるから楽器屋さん。すんませんと、もうこればっかりはもうちょっとうちの店はご縁にしてるんで、ちょっと1日考えますよ言うて、その日帰って、どうしよう思って、でもうその日も思想しに行ったら遅かって、でよし買うって決めた時にはもう店閉まってる時間や、もう次の日朝一で行ったら売り切れました。ほんなら藤田明さんっていうな、同じ左利きのギタリストの人が、ツアー中ですみたいな、出会い大阪でいい出会いがありました言って、そのフェンダーの65年生のジャガー乗せてはんで、その藤田明さん、佐野元春のツアー回ってるギタリストすごいちゃんとした人に言ってて、すごいやん。そう、俺なんかが買うよりよっぽどでかいステージで。それでもまたどっかでじゃあ出会える可能性がある。もし売れたらね、僕らが売れて、普通そのどんだけレアな楽器でもどこに売られていったかなって、まあ分からんか、一応分かっておけばな、どこにあるか。そう、俺がマメで、しかもその人のこと好きでちょこちょこブログ覗いたりしてたから。ほんまやな、すごいな。うわっ、あのギターや、梅田の右楽器に行ってるってなって。それ何年前？で今も使ってはるかどうかわからんけど。今も使ってる。そう、バリバリ使ってる。めっちゃかっこいい。見るたび腹立つ。欲しかったやつやからな。音ではさ。リプとか送ってもな。急にな。そんなの失礼やな。そやな。どっかでお会いできたらやな。俺の道楽と向こう仕事の道具で使ってるから。全然あれやけど。そうやな。いやな。いつかな。どっかで喋れてるな。もしかしたらな。続きまして、東京都ラジオネームおびきゅうさんからいただきました。プリマダンナのお二人こんにち は、私がしたいのは冷蔵庫の整理です。先月に戻ったらね、私はイクラの醤油漬けが大好きなんですが、高価なものなので少しずつ大事に食べていました。ところが先月冷蔵庫の中を見たら、イクラの醤油漬けの瓶詰めがないんです。おかんに聞くと、お父さんが食べたんじゃないのと言われがっかりしました。しかし今月に入っておかんが冷蔵庫を整理していたら、奥からイクラの醤油漬けの瓶詰めが出てきたんです。しかし喜びもつかの間、賞味期限が先月いっぱいだったんでした。先月冷蔵庫の整理をしていたら瓶詰めを発見できたのに、本当に後悔しています。気味があるね。冷た。まあそう、冷やしてたからね。いやそういうことじゃないよ。イクラの瓶漬けの話、賞味期限過ぎるぐらい冷やしてたから冷たい。イクラの温度じゃなくて、まあそれはな、整理してたらよかったんやけども、まさかそこにあると思ってなかったよ。お父さんが食べた思ってたから。ほんまに歴代お付き合いした人、うちの母、うちの母はそうでもないな、冷蔵庫見えひんよな。まあ切れてて当たり前みたいな。まあうちの奥さんもそうやからな。でしかもその切れ方が、俺もあんま気にせへんから、物によるけど、物によるけど一月とかで全然、おーおーおーって、二
2年よう見つからんかったな、うん、このご遺体もうな、亡くなってはるからね、賞味期限的には。そうだから冷蔵庫とかまだましたけど、下のさ、なんか調味料とか置いてるとことか、常温の常温のとこの方がもっと切れてるやつは多いわ。でまたお前んとこの嫁はんなんか料理も作らへんのにクックパッドでこれや言うて書いてたらとりあえず工程味噌やもんな調味料。いや工程るよ、その1品2品作ったらもうそのままみたいな。餃子のタレとかな、いらんねんて絶対に。酢醤油かポン酢でええわ。でええねん、もう醤油って割ったらええし、あの小袋ついてくるやん。あんなおっさん2人アーティストちゃうわ。ついてくんねん、今なんで餃子かってあの小袋の蓋についてくんねん。違う、タレのさ小袋とかさついてくるからそれでええのに、なんか瓶のやつとかなんねん家に。でもやっぱ使うもんな、使い切ることないのよ。そんなあんねん。牛乳とかもよく言うしな。牛乳早すぎやせえへんか。早い確かに。牛乳の切れるスピード早い。どう頑張ってもあの賞味期限をクリアしようもんだろ、うん、ほんまにな、うん、レオンの映画レオンのジャンレノのペースで飲んでたな、飲んでたな、あのごっつい飲んで一人やからな、グビグビ飲まんと。一人暮らしの場合はあれはきついな。おじもでもだし、おやじもおやじも別に飲まへんし、たまになんか体気ぃつこうで凍ってくるけど、うん、全然思いつかない、まあ、ある程度はいけるはずなんですけどね、切れてても。全然食べてますもん、切れてるけど、火とか通したらね。え、切れてるんですか。いや誰がコリキさんすんねん今なあ。長州コリキさんすんわけない。賞味期限の話してる。賞味期限が切れてます。切れてるんですか。切れてないですよ。全然違う、全然違うやんか。全然違う、全然違うやんか。違うやんじゃ。全然違う。そう、自分でもびっくりしたわ。2パーも似てなかった。自分の耳に入ってきて驚いたわ。こんなに声にいいんか。というわけでございまして、以上オンストメッセージでした。それではここで1曲聴いてください。スキッパラに酒で生きるについて。しないでくれ、ただ生きているだけが難しい。我が生活の花枯らさないように水をくれ。希望と夢、絶望が癖、つい口に出して言うめんどくせ。諦めることは逃げ道じゃなく正当な選択と言い聞かせる。作業的はもういや、感情的君思いやる。それだけできたら褒めてくれたって別にいいだろう。心開く、伝え受け取る、ロマンの何が悪いんだ。月が綺麗でそれが全てでいい。それでも贅沢だと言われ、迷惑だとはめかれるよ。今さら何を本当に僕を罰すんだ。嘘はつきたくない。それでも最低だと言われ、最悪だと嘆かれる。世の中で暮らしていく僕の一寸先の闇まで照らしてくれ。まだ閉塞の罠抜け出せないんだ、地図をくれ。苦し紛れに紛れて存在消す、透明な社会で飛んだいけず。数字は嘘をつかないけど、数字を使って嘘はつけるだろう。空見ろ、みんなひしこいても、どうせあとわずかならそばにいてよ。90、100までロマンに生きて別にいいだろう。心閉ざす鍵をかけ寝る、リアルはとても怖い。綺麗でそれが全てでいい。それでも軽薄だと言われ、マイナスだと蔑まれる。未だに何を根拠に僕を罰すんだ。
ていく僕の一寸さ、木の壁まで壊してくれ。ここから本日吉本漫才劇場で行われるイベント情報をお伝えします。11月14日火曜日、吉本漫才劇場で行われるイベントは極みライブ。 MC がスーパーマラドーナさん、ゲストにアキナさんが来られます。我々プリマダンドン出ますので、よかったら見に来てください。会場は18時45分、開演は19時、当日券は1800円です。そしてその後ですね、夜の9時から21時からの公演はラフ次元単独ライブ、ラフ次元の10次元というライブがあります。こちらは当日券1500円です。皆様どしどしお越しください。さあ、そしてこの時間にはゲストの方が来てくれております。野村君お願いします。吉本新喜劇より宇都宮真希さんです。お願いします。どうも、吉本新喜劇の宇都宮真希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もっと明るく紹介してよ。なんの。いや、そうですね、ちょっとね、せっかく真希さんが来てくださったって、なかなかね。いや好きでした。過去形って過去形だから、僕ご一緒するたびに言うんですけど、はいはい、そう、うん、高校の先輩なんですよ。そう、同じ高校やね、マキネさん。はい、東住吉高校、はい、僕は10代の時に本当に新喜劇ずっと好きで、うん、毎週のように見てて、うん、まだ姉さんが、うん、ほんまにあの花月うどんのカップルの女の子、うん、みたいな一番最初のねシーンや時から、はい、そう見てて、嬉しいな、俺こんな可愛い人新喜劇入るんやって。当時ってやっぱヒロインさきさんとかね、そのイメージで、そうね、うわすごい可愛い人入らはったな、絶対この人が次のヒロインになるんやと思ってて、同じ高校で、で、高校でその話をしてて、高校の卒業生らしいで、宇都宮さん、そうなんや、なんやった今日って言ってたら、ほんまになんか見学かなんかで、そうそう、なんかちょっと高校に用事があって、卒業してからやけど、ちょっと行かせてもらってた、はい、なって、はい、高校生やし、痛いし、ほんまにほんまにマキさん好きやから、駆け寄ってって、マキさんですよね、つって、え、なんでみたいな、で僕本当に大ファンで、でもう全部言って、うん、絶対次の時代のヒロインになる人を思ってるんで頑張ってくださいっつったら、私なんか全然出てへんのにあんたなんか知ってるわけないやろ、バカにすんな、いじってんかって。怖い怖い怖い、ちょ待って、怖っ、いや、ほんとどうなってんの頭の中、真っ白、ちょっと待って、私さ、違うんで、どういうことですか、ちゃいますよ、どっちですか今のは、あのな、はい、じゃあ照れ隠しで言ってくれて覚えてんねん、はい、めちゃくちゃ嬉しかって、はい、そんな全然私なんかまだ出てない時にそんな言ってくれて、はいはい、その目見たら本気やったから、はい、あ、ほんまに思ってくれてんねや、はい、後輩やし優しいなと思って、はい、でも恥ずかしいやん、まあまあちょっと照れもね、そうだから、いや、レアねみたいな、はい、絶対知らんやん私なんかみたいな楽しい感じで言ったつもりやったんですね。 それが、はい、もうどう脳内で変換されたんか知らんけど、はい、なんかもうすっごい私が罵倒したみたいなことを未だに言うねん。一瞬だからこっちはこっちで怖かったイメージだけどね、白になって、だから多分あれがなかったら、うん、その後、うん、あの黄金伝説とかね、大食いとかもう、わめっちゃ食べてやるとか言えてねんけど、あ、こうだなって、もう嫌いになってるやん。なんか
嫌ってるよ。直してほしいね。いやそのイメージが悪かったってことね、最初の。そうでもやっぱさ、私もまあ当時はもしかしたら、はい、そのツッコミも下手やったかもしらん。だからちょっと、はい、なんでやねんって言いながらちょっときつくなってたかもしれん、はいはいはい、でも、うん、心の中で嬉しかったし、ね、なんか本当にもう可愛い後輩やと思ったし、だからもう未だにそれをなすごいっていうか、もう申し訳ないというか誤解ですから。そう、まあ、うん、まあそれは、うん、まあでも半ばちょっとノリというか、うん、会うたびに言わしてもらって、姉さんも、いや違うねって言ってくれるからいいですけど、マジのやつ言ってると、マジのやつがあんの、まだあんの、ちょっと言えるやつ、大したあれじゃないですか、うんうん、まあ姉さんのちょっとパーソナルな情報からね、うん、たまたま僕がピンと来て、うん、ヴィンセント・ギャロー好きですかって、うん、まあ、映画監督のミュージシャンやってる、うんうんうん、えうん、でまあで、ね、吉本ってヴィンセント・ギャロの話なんかなんないじゃん。まあそうね、新喜劇の楽屋でヴィンセント・ギャロ出てきたことないでしょ。ない。え、ヴィンセント・ギャロ知ってんの？いや、僕好きなんです。え、私も好きやねん。ちょ、一、うん、回飲み行こうからもう6年ぐらい、うん、うわちゃうねんちゃうねん。せっかくそんな共通点あんのに。だってさ、なんか誘ってもさ、はい、なんか悪いかなとか気使うやん。6年、いやいやいや、6年はちょっと多いですね。だってその5、6年の間に、うん、まあ新喜劇のお兄さんお姉さん連れてっていただきました。誰？いや、もうそれこそ上は遅れっしょ。え、嘘つけ。あの安田屋でたまたま、うん、なんかおっさんとなんかホステスが飲んどるか思ったら、うん、遅れっしょとあの森田真理子さん。いや、やべえ、何がおっさんとホステスや。新喜劇の方お二人や、どっちも森田真理子さん。すっぴんやったんや。いやでもほんまに、まず篠野さんとかな。篠野さん、ニーナさん、うん、ちょっと上の世代のお兄さんってそうですね、太一郎さん、太一郎さん、あ、そうやね、だから太一郎企画っていう、はい、ね、出てますから、佐藤くんのお芝居でも一緒やった、ね、そうそうですね、そうそう、でもまあさ、ほんまにでもじゃあ教えて、連絡先 LINE、 私 LINE 始めてん、最近遅っ、そう、最近な、めちゃめちゃ遅い、なんかやらんとこと思ってて、なんかもう、これ以上自分に新しいこう、はい、SNS を入れんとこうと思って、だから一切の LINE もしてなかったし、インスタグラムもブログもツイッターも絶対にもやってなかったけど、逆に何を知ってたんですか、なんだか何にもしてなかったね。あ、一切のってもうほんまにやって、メールだけって、そう、やってんけど、そのバンドを始めて、はいはいはい、そのやっぱ小籔兄さんとか結構東京におったり、あとチャットモンチーのあこちゃんも東京におるから、そのバンド内でこう電話とかやり取りするのがお前のせいでできへんってなって、そろそろそのポリシー変えろって言われて、はい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 、でも始めて、じゃあグループ LINE とかね、できますからね、そこで途端にインスタグラムも始めて、もう最新の人間になってる今。いや、そうでもないっすよ。そうでもないっすよ。 LINE とインスタグラムやで、全然最新ちゃいますよ。めちゃくちゃ最新、もうみんなやってるから。あ、そうなの、はい、でもあのミクシーはまた始めようと思って。遅いって。え、なんでミクシーを今やんの。遅い、やってる、逆にもうみんな、パスワード絶対覚えてない。確かに、いや、アカウントは多分残ってるけど、僕らもう入ってないもん。あ、そうな、足跡と機能とかありましたけど。もうやってないですか。懐かしい、だからもうそれぐらい、もう今はもう、あ、じゃあ飲みに行くことも、うん、ね、ライン交換してじゃあ後で誘っていただいたら、いや、ほんまにお願いします。行こう、あ、今日どう、ほら、早く行きます。あ、ちょっと待って、何時、7時半、あ、ライブが入ってるんです、この抜けていい、ええわけない、何のライブ、この極みライブっていうのがね、うん、夜の7時からあるんですよ、だからこれが8時半まであるんですよ。あ、いいよ、じゃあいいか、うん、終わった、そんなすぐ決まるんですね、連絡してくださいね。ちなみに誰とかと行くんですか、普段は。普段はもう酒井愛ちゃん、はい、あと森田真理子、で、あと一緒のバンドしてるあの金原ちゃんとか松浦くんとか井上康代ちゃんとか、ね、結構やっぱり女性メンバーで行くことが多いんですか。そう、ね、あの松浦くんも女性やから。違うやん。でもほとんど違うやん、男でしょ、まあまあ、松浦さんは。なんか最近セクシーランジェリーを買おうっていうのをちょっとノリでなってて。松浦さんの、いや、私自分のね、自分ので、まあ、後輩とかに相談、これどう思う、はい、とか言って、これどうですかねとか言って、でも松浦くんとか今平気で相談できる、すごいな。そう、女性目線で言ってくれるから。いや、わからんやろ。松浦さん、女性の目線なんであんねん。どういうことですか。この女の子みたいな、喋りやすい感じですね。そう、バンドもね、今日、先ほどね、ちらっと曲流れてましたけども、はい、ね、この後も曲を一曲聴いていただくんですよね、はい、そうなの、ぜひね、皆さんそれも楽しみにしていただきたいんですけども、はい、ありがとうございます。あともう一つ、そう、トークライブもあるということなんですけども、本当にありがとう、今日ご協力してくれて、いえいえいえ、あの11月の24日の金曜日、はい、だから来週の金曜日ですね、はい、夜8時から、うん、あのロフトプラスワンウエストというね、はいはい、道頓堀にある劇場で、はい、あの宇都宮まきのロフトプラスワンウエスト、うん、はい、
トークライブの巻、お酒も飲んでいいんだよというイベントを開催いたします。お酒飲みながら、はい、マキさんも飲みはるんですか。じゃあ私も飲みますね。あ、じゃあ、はい、普段言う喋れない話ももしかしてここでポロッと出るかも。そうね、知れないと、ね、はい、あの小籔ソニックもありましたんで、はいはい、そのね、こう裏側だとか、うん、まあ普段の新ケーキの感じとか、はいはい、いろいろ前回もやってね、もうね、はい、本当にこんな大好評かっていうぐらい大好評やって、自分で言うんや。そうだから、もう調子乗ってもう2回目もやる。前回はいつやったんですか。9月。あ、もうじゃあ結構ハイペースですね。そうそう、でも2ヶ月ありますから、いろんなねお話を増えてますので、皆さんぜひ、はい、まだね5枚かな売れてんの今どこが好評やねん。今まで4大好評で5枚え、ね、ごめんなさいパッと言っちゃいましたけどごめんなさい、大先輩に大好評で告知してなかったから今日初めてやね、ご予約してもらうの。そうなんですね。 それやのに5枚売れてても奇跡やん。何も知らん、情報出てないのに謎の5枚、それはすごいですよ。だからそのね、これ今日ね、はい、ちょっとまたちょっとチケットちらっと売らせていただきたいと思います。このブースの前でもこの後チケ売りされるみたいですので、はいはい、これ今200そんないない、そんないない、200人もいないですよ。これ雑貨の買ってくれたらね、街行く人入れてますけどもね、はい、あ、もうチケット買ってる方もね今日来てますから、ありがとうございます。ね、10番整理番号10、あ、10人売れてると。あ、10枚売れてる、10枚売れてるらしいのでね、嬉しい。10枚伸びております。10枚かよ、10枚かよファンも、まあ、志がいい。この後チケットしますので、はい、ぜひよかったら皆さんお声かけてください。よろしくお願いします。本当に楽しい。さあ、というわけでじゃあ最後曲紹介をしていただいてお別れとなりますので、そうなよろしくお願いします。わかりました、はい、じゃあ私たちのバンド、はい、吉本新ケーキーズのですね、はい、ラックブックニュージョイプレイという、うん、これはね、あの吉本新ケーキを1文字ずつ翻訳アップに入れたらラックブックニュージョイプレイとなりまして、そういうことですね、はい、この CD から、はい、ですね、マドンナという曲を聴いていただきたいと思います。はい、というわけでございまして、宇都宮真紀さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
別れの時間が近づいてきました。今日お便りを送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします。まずはラジオネームもっちっちさん、ラジオネームマーミンさん、ラジオネーム人間交差点さん、以上3名の方にプレゼントします。この番組ではリスナーの皆さんからお便りを募集しております。来週のオンストメッセージのテーマは私的流行語大賞、私的流行語大賞です、自分の中でこれが流行っていた言葉だというのを送ってきてください。お便りは来週11月21日火曜日のお昼2時半までにお送りください。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp プリマダンナのオンストまでお寄せください。お待ちしております。エンディングです。はい、はい、今月24日にミスターコントっていうコントの新ネタライブが、うん、はい、あります。あと僕は12月の2日に学天則の江城さんと2人でトークライブがあるのと、12月の7日に、野村は、ね、ルミネでお芝居がある時に僕は無限大ホールでゲームコロシアムというコーナーライブをさせていただきます、はい、ルミネ座吉本で東京のね、はい、グッドコマーシャルとキングオブ西野さんが脚本の、うん、お芝居がありまして、はい、3人芝居で吉本新喜劇の佐藤太一郎さんと、うん、祇園の木崎さんと、はい、僕プリマダンの野村で、うん、やりますので面白いお芝居です。ぜひお越しください。よろしくお願いします。他は大丈夫ですかね、何かあったっけな、どうかな、詳細は追って話しますが、はい、今月末には間に合うかな、はい、ツイッターでは何度か言ってるんですけど、はい、1月19、20日を何としてでも開けておいてください、うん、で、3000ぐらい握りしめて僕のとこ来てください何かは楽しみにしててください。でもいらんと思うんですけどね、はい、というわけでございまして今日の夜7時からは1月19、20日にね、というわけでね、夜7時からはつぼみのジャングルレディオをこちらで公開生放送です、そして明日のオンストはうるさいな、お芝居の明日のオンストはセルライトスパがお休みですセルスパがお休みでロングコートダディがお送りしますので楽しみに、はい、というわけでございまして、この番組はプリマダンナコーナーと野村がお送りしました。それではまた来週。